武帝の極意、尾張妙高寺にて修行中の上泉信綱のもとに子供を人質に立てこもる賊の話が舞い込む。信綱は一計を案じ、寺より装束を借り受け、僧へと変装し、賊のもとへ出向いていった。これ、日が当たっておるようじゃが、腹が減っておるのではないか。拙僧が握った飯でも食って少し落ち着くがよい。そこなわらべもかわいそうじゃ。もう一つくれてやると握り飯を投げ、飯を取ろうと刀を落とした刹那、賊は取り押さえられておりました。